RFS とは、海上保安庁が使用する射撃式システムの一種で、ある。日本語では、目標追尾型遠隔操縦機能、目標自動追尾機能などと表記される。リモートファイアリングシステムの頭文字を取った、当時語であり、英訳もその通りであるが、英語表記とは異なり単なる遠隔射撃装置ではなく、目標追尾、外部環境による、修正等を行う FCS の一種である。 主に JM61RFS20mm 多重新基銃と連動して使用されているが、加賀雪型巡視艇の4番艇以降では、ガウ -1912.7mm 多重新基銃と連動させて搭載された。海上保安庁の 20mm 機関砲は、栄光弾をフルオートと数発ごとのバーストで発射することができる。弾は、ベルト球弾で装填され、 発射後の薬莢は容器に回収する。海上保安庁では簡易的なシステムであるとしているが、あくまでボフォースマーク3 4 0ト、mm、ル機関砲に使用している海上保安庁の FCS と比較した場合に最大対処距離や演算能力の面で簡易的なシステムであるとの位置づけであり、九州南西海域工作船事件では、 3メートル以上のうねりがあるという厳しい解消状況の中でも十分な命中精度を発揮した。不審船対策として、旧来の手動型機関砲、機関銃からの更新が進められている。RFS を使用する際は、ビデオカメラ及び赤外線最小装置による証拠映像の撮影も並行して行われる。つくば搭載の RFS 工学法違反及び、 赤外線捜索監視装置。海上自衛隊の総海艦。淡路搭載の JM61RMS20mm 機関砲。写真右上の RFS と連動している。ありがとうございます。